中国の富裕層の富豪の人もね、あの資産凍結になったり、うん、だいぶ買って、そこは良かったなと思った。もう1年前からそれおかしいなと思ったな。うん、なんか、まあ、これから人気 YouTuber という人たちも、まあ人気 YouTuber という人たちも変なことしていれば、うん、資産凍結ってあるんじゃないね。銀行が資産凍結が増えてるってことはそういうことでしょ。うん、4年も前からしてたんだけど、ね、こうなるのだけど 4年遅れてるんで、私の予想でよりはね、うん、よかっただけ4年もくれたけ時間かったねと思うよ。うん、4年前からなイライラしたんしてたから、私嘘が嫌いだからさ、こうなんかこうあるとね、まあ口で今言って言うんだよ、外でも言ってしまうしね、な、あの子供たちがかわいそうだなと思ってるから、またコスプレしてんのかよと思うわけね。うん、まあ、ブラック校則とか、まあ、どうして学校に行くのって思うんだけど、まだそれは昭和の時代に止まってんなと思ってる。うん、あのランドセル背負ってるの見てもかわいそうに見えるしね、あのまだ学校行ってんのと思うもんね。うん、でそれは親が悪いんだよね。親が気づかないから学校行かせてしまうんでしょってことね。うん、学校ってさ、なんかやっぱりさ、洗脳するとこに行ってるようなもんだからね。まあ母子以上からおかしいんだけど、うん、だけど世の中変わるまでは子供を授かるべきじゃないと思ってるけど、それはね、宗教になってしまうか押し付けになったら言えないけど、あの自分のそのなんていうのかな、まあ親がね、救わせにしてしまってるっていうのが一つだよね。だからまあ学校は行かない方がいいっていうこと、スーツコスプレもいらんしやね。うん、あのビッグモーターとか問題飽きたのに、どうしてビッグモーターがどうして残るんかっていうのもあるよね。早くビッグモーターも潰れたらいいのになと思う。だってビッグモーターって枯葉剤撒いたじゃん。だけどどうして彼ビッグモーター残してあるのって聞いて思ってんだよね。そう、どっか商社が買ったでしょ、意味わかんないんだよね。やっぱり伊藤忠はやっぱ中国って言われてるけど本当だなと思ってた、知ったけどね。うん、だけどバレてよかったよね。ビッグモーター買ったということはもうそういうことじゃんだけどね。うん、だけどうち政治的な話だったらもうロシアが正しいし、トランプさんが正しいと思っている。でトランプさんがもう勝つんだよね。あの富豪の人がトランプさんに、今日証券会社でさっき出てたよ、そっちに入れるわって言ってね。まあ選挙にさ不正があったって知ってたから、4年前から、で4年前からトランプさんがやってたんだよね本当はね。うん、あのバイデンいないんだよ。バイデンっていうのは2019年からいなかったのよ。あのもうおらんの、はっきり言うとしてたけど、投資をしてると分かるんよ、そんなもん幼稚園みたいな話だからね。だからロシアが正しいんかって、ロシアが正しいに決まってるじゃない。まあジャパンはね、もうすぐ世の中壊れた時にまあ分かる日は来ると思うわ。テレビ局が無事もう潰れるっていう話があるんだけど、まあね、電通がもう韓国だって分かってたんだけど、もうストップはしないんだよ。お互いね、そう言うからよ。ストップはしない。韓国は電通です。電通は韓国。で、総務省自体がもうアウトなんだよ。放送法18条と24条に違反しているのに、免許を与えていたでしょ。どうしてってなるわけね。放送法18条と24条って違反してるんだよ。電通とか、メディアとか。で、放送法18条というのは、まんべんなく公平な放送するということね。で放送法24条は出資法違反っていうのは、30% 株主が外国の資本になると日本の放送ができなくなるというのに総務省が与えてるじゃん、免許。もうその時点でアウトじゃんね。だけど今バレたからよかったよね。トヨタは不正で問題になったけど、今ホンダにも来てるんだよね。でホンダは中国でオデッセイを作っていた。なんで中国で作るのと思ったら、やっぱ中国だったのねと思って。まあトヨタ自体もそう、日本の会社ではない。でマーク見れば答えてるんですよ大体。だ日本の会社どこにあったのって、ないのね。ないの、一社もない。